皆さんこんにちは、ラバーティスシです。今日はハロウィン前なんで皆さんにかぼちゃを入れたアレンジメントを紹介したいと思います。まあ今撮ってハロウィン前に編集ができるか、そこが大きなポイントですね。まあ頑張って編集します。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まずこのセダンですね、セダンを挿していきます。セダンとかをこう低くね、どんどん挿していきます。こう器ギリギリなぐらいですね。でとりあえずこのくらいセダムを刺したら、ここで竹串を刺したかぼちゃを入れていきます。こんな感じですね。でこの上にも入れます。でここで手まりそうを入れていきます。そしてここでこのポリポジウムを入れていきます。はい、このような感じです。こんな感じですね。ちょっとこうハロウィンの感じが出てきましたよね。でここでこう唐辛子をね入れていきます。少し引きましょうか。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。このサンゴのね、最後に入れた、まあ、最後ではないんですけど、ラインとかでこう生き生きしていくのが分かりますか。これがアクセントラインです。今回はハロウィンのアレンジメントでした。ぜひね、皆さんも作ってみてください。ではまたお会いしましょう。See you next time.